はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ゼルダの伝説スカイウォードソード続きをやっていきたいと思います。前回まで3つの暗号を揃えて、その電源装置の前にお迎えくださいみたいなことをスパイから言われたので、あそこやね。これでさ、なんか差し込むところ あったか。あ、でもこれ差し込めなくない？電源装置ってこれ？違う。雷、炎、水、雫。電源装置って何？電源装置、違う、これじゃなくて、あ、ちょ、危ねえ。え、この岩とかにあったりする？シンプルに、ちょっと、なんか来とるし、ちょっと待ってくれよ。ああ、なんだ、あ、危ねえ。なんだ、ならいいや。オッケーオッケーオッケー。おっ、勇気帰った。3つの暗号を手に入れたのか。でも暗号だけ知っていても錬石場の入り口は開けられないケロ。そうなの？ダメだ。ん？起動させた3つの電源装置の暗号が一致しました。なるほど。でもさ、3つ一緒にできる。敵を倒そう。じゃあ、よしよし。ああ、よしよしよし。雷が一番前やね。三つ一緒に動くんよね、これ。一番くじの方角。はい、ああなるほどね。よしよしよし。次、炎は4時の方角か。手首がよしよし。で、最後行き過ぎ。よしよしよし、こういうことか。さあ、錬石場。おお、なんかウッドフォールの神殿みたい。地中から現れて、ラネル錬石場だ。うん、これダンジョンか。ダンジョン、これってさ、あ、回復した。あ、回復するんやこれ。知らんかった。なんか頑張りゲージが回復するんかなと思ったけど、
しよしよし、じゃあちょっとセーブします。セーブして、よしよしよし、さあやっといける。これ空に帰るの可能かな。空に帰ってちょっとあの木の盾とか持ってこようかな。装備整えてから行こうか。ねえ、ちょちょ、装備整えたい。あ、でもいいか、めんどくさいな。いいや、時間かかるし、せっかくここまで来たなら別にいい、よかろう。ダンジョンっぽいな。ダンジョンか。時の扉に行くための、なんかスカイウォードソードはダンジョンに入るたびにこういうちょっとムービーが入るね。さて、ラネール錬石場、結構また爆弾をよく使うな。爆弾やっぱ大事ですね。でもこれ時空的にはこれ古代か、古代じゃないわ、現代か、滅びた後って。あ、なになに、何？プチガット。ゴーマの幼虫み、妖精ゴーマみたいな感じか。いいのか。あ、なんだ。妖精ゴーマみたいな。こいつの今のプチガットが。あ、え？あ、そりゃそうよね。そりゃそうか。死んでるし、プチガットがたくさん大量にできたやつがボスや、ここでボスやったりせんかな。なんかありますよね、ゴーマの、妖精ゴーマとゴーマの関係みたいな。うい、よし、この敵はなんかただの敵か、なんか特別な攻撃をしてくるわけでもない。あー、ちょっとやることはわかるが、掃除をしてから。と爆弾1個やったら爆弾1個の方が嬉しい。はい、よし、とりあえずここは行くか。行け、よし。なあ、天井にもいる。よしよし、頑張れ。いや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 、そこぐらい手伸ばせよ。ダメだった今の。まあ、体力減ってないから全然いいんやけどさ。よしよしよし。さてこっちは明るい。ビートルの出番かな。これなんかある？これは何？関係ない。まあこれを取ってあそこに入れるんでしょう。はい、落とす。
で、あそこまでリンクは頑張ってる。頑張って進みます。よしよしよし、疲れたな。よし、でこれをそうすると開くと、よしよしよし、ちょっと一旦動画切ります。さあ次のフロア。ん？ああ、あいつがいる。なんかあのスカルヘッドやったかな。久しぶりやね。ちょそんな。OK。よしよしよし。運が良かったな。あ、まだいる。よ。そんないきなり攻撃してくるやつ感じやったっけな。ちょっと待って、縦は構えんでいい。よし、ゲイ。おいしい、おいしいけど命が、おい、この人はなんか変な、ただのサソリ。これ動かせるやつやけど動かせんちゃうね。なんかあるか、時空石があったりして。そうでもないか。こいつは何の攻撃をしてくるんだろう。飛びついてくるな。よしよし、爆弾。これは動かして、よいしょ、届いて、あ、いけるんだ。何、外に出た。何何何、ボス戦？違うか。なんで今暗転したんだろう。爆弾。はい。はい。テンポが。ぷよぷよした塊。この木箱は壊せる？はい。壊せるか。壊せた。ジャンプで届くかな、ここ。助走つけたらいけるかな。いけた。よし。はい。特になんか探索はせずに。どんどん先に進んでるけど、まあまあいいか。進めるうちに進んでおきたい。あ、鍵、いいんじゃないですか。こっち行って、あれ、あ、これ向こうから降りてくるパターンかな。今の時点ではいけないかな。そうだったね。そうだったね。で、真ん中はちょっと、おっしゃ、ちょっとそうじゃないよ。ほっじゃないよ。なんか今作のリンクあんまりぶら下がってくれないな。 A ボタンでぶら下がりができるから自然とぶら下がってくれない。爆弾がこんなに出るってことはやっぱ爆弾使うってことだよね。ちょっとビートルで様子見してくるか。
どっかになんか何かがあるはず。何もない。このなんか砂が盛り上がってるやつはさ、爆弾で吹き飛ばせたりするんかな。どうかな。鍵かかってる部屋あったっけ。戻ってみよう。鍵ゲットしたから、両サイドの部屋は鍵くっついてたかな。一個ついてたような気がするな。そっちを先に行ってみよう。あ、ほら、こっちは鍵、あっちはちょっと仕掛けを置いとかないといけない。何あれ、なんかいる。あ、これ何。おお、あ、なんか、え、ハリーセンみたいな人。下戸、下戸、酒飲めませんみたいな。爆弾かなこいつ。パチンコとか打ったらどうなるの。はい、おお、これあれやろ、時空石で、時空石を作動したら動き出すんやないかな。あ、張り、え、張り山、危ねえ。あ、これ絶対動き出すやつだ、挟まれるやつだ。うわ、何何何、びっくりした。これはツタか。これはなんだよ。弱い弱いな。これも、よし、ちょっと情報が、このはしごはいけないよね。そうだよね。じゃあ、よいしょ。え、危ないな。ここから何ができる。これといって仕掛けは、これはレバーやもんね。これ何なんだろう。ああ、爆弾がある。だったらこの爆弾を運んでちょっと U ターンして、この木箱は壊せるよね。ほい、よし。爆弾があるんやったらね、話は早い。登りたい。登りたい。え、登りたい。よし。で、これを押すと、ああ、なるほどね。ああ、そこにあった。ああ、押してる間だけか。じゃあ、これを押すことによって。辛いと思うな。剣山がこう迫ってくるような。ほらほらほら、こいつ敵か。ビーモスか、ビーモス。
ぱしょうがないよね。ビーモスやろ。ほら、スカイウォードソードのビーモス。マスター、頭部が台座に乗っている場合、マスターの剣、頭部が台座、高いところを攻撃できる武器を使うか。あのね、なんか、気づかれる？気づかれない？爆弾とかで、はい。時のオカリナでといえば爆弾でビーモス倒して、スカイウォードソードといえば、あ、ダメか、スカイウォードソードじゃない、あのトワプリで言ったら弓矢やけどさ、スカボは何やろうか。あ、そういう感じね。でこの状態で、あ、ふいふい、ダメだ、無理だ今の時点で、諦めよう。なんね、あそこにもいる。ちょっととりあえずビーモスは無視。これはなんだ、これは、あそこから飛び移るのか。正解か、降りなくてよかったってことか。いやあった、登れない、絶対登れない、こんなところに。入った。よし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 。でこれはよしよし、砂だったけど、何、なんかいっぱい流れてくる。いって、ああ騙された。とりあえずはしごを登ろうか。頑張りの実も流れてきとうけん、これはあのなんかうまくこう身を取りながらやるミニゲームみたいな、アトラクション的なやつなんだろう。よし、はい、ちょっとじゃあ時間もあれなんで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。